こんにちは、コッコです。今日は本を紹介したいと思います。山崎まりさんの国境のない生き方っていう本なんですけど、本屋さんでたまたま見つけて、ちょっとタイトルが気になったので買ってみたら結構面白かったです。山崎まりさんっていう漫画家の方、テルマエロマエとかを書いてる方なんですけど、私は初めてこの本を読んで知りました。あんまり漫画を読まないので、でもテルマエロマエはすごい有名なので、あ、その人なんだみたいな、後から分かった感じで。で、内容がどうかっていうと、山崎まりさんの生い立ちとか幼少期とか、あと今に至るまでの人生でどんなことがあったかとか、あとは結構そのまりさんの人生ってすごい波乱万丈というか、こう14歳でヨーロッパを一人旅して、17歳でイタリア留学して、住んだところはイタリア、シリア、ポルトガル、アメリカ、旅した国は数知れずっていう、なんかすごいいろんな国に行っていろんな体験をしてきた方なんですよ。最終的には漫画家になったんですけど、ずっとイタリアにいた時は絵描きになるために美術学校に留学してたみたいな感じなんですよ。でなんかそう聞くと、まあなんかお嬢様が海外暮らし長くていいですねみたいな感じになるんですけど、読んでみるとなんかそういうルートではなく、もうほとんど自力でっていうか、本当に絵描きになりたくてっていう感じで貧乏暮らしをしてた当時の暮らしぶりとか、すごいなんか、なんて言うんだろう、すごいみたいな、なんか超苦労もすごいしてるし、なんかいろんな出来事に合ってるんだなみたいなのが分かって、で、まあこう幼少期の頃から現在に至るまでのその人生で起こったその出来事とか、この出会った本とか、その行った国であった出来事とかについて書いてあるんですけど、タイトルが私を作った本と旅っていう通り、一応本とその旅先っていうのがテーマになってて、どこどこの国にいた時にあった出来事とかで、この当時読んでた本とか影響された本はこれですみたいな感じで、このね、章ごとにこうやって、あ、たまたま開いたら、これ安倍公房の獣たちは故郷を目指すなんですけど、こうやってなんかタイトルの下に本が一冊チョイスされてて、この時に影響を受けた本はこれですとかで、その本の内容を紹介しつつ、そのエッセイ的な人生論みたいなのも書いてあって、なんかいろんな本が出てくるから、気になったところを、あ、私も読んでみようっていう風に、その本の紹介的な部分でもあるし、あとはなんだろう、視野を広げてくれる、この人はずっともうなんか日本からこう出たくて出たって感じなんですけど、そのなんだろう、日本にいると普通とか当たり前っていうことが、なんかやっぱ海外に出てからの視点で見ると、なんかそれってどうなのみたいな問いかけてくる部分とかがあったり、地球サイズで見れば悩みなんて鼻くそって書いてあるんですけど、なんかこう悩んでることとかを、なんていうのかな、視野を広げてくれるっていうのかな、大きい視野で見ればその悩みってちっぽけだよねみたいな感じの気分にさせてくれる、なんか人として生きるみたいな、人っていうのはなんか一生物としてみたいな、その私がっていう時に、私っていうと何だろう、私って何なんだろうってなるんですけど、彼女としてはそのいっぱい生物が生きてるこの地球の中の人間っていう生物の中の私みたいな、なんか視野がこう広いんですね、生物視点で見てるから、でこう地球規模で見てるみたいなそういう風に広い視野で見ると、今ある悩みがちっぽけに感じられるし、もっとなんかいろんな価値観を知ってみたいとか、いろんな世界を見てみたいなって気持ちにさせてくれる本で、すごいね、あ、なんか海外行きたいって気持ちになりますまあ今コロナ禍で行けないんですけど、なんとなく世界観を広げてくれる、なんか悩みがちっぽけに思えてくるような本です。あとはなんだろう、やっぱりこう
価値観としてこうなんだろうね、その山崎まりさん自身がなんか絵とか小説とか音楽とか映画とかそういったものにすごいこう価値を感じて生きてきた人だから、そういうものにこう興味がある人とかにはすごいなんか、あ、この生き方かっこいいなって思うようなところがあったりとか、すごいこう読んでて羨ましいっていうか、あ、いいなみたいな。17歳でイタリアに留学してなんか詩人たちのたまり場になってた場所に入り浸ってたとか、そういうちょっとしたエピソードがすごいかっこよくて、なんか羨ましいというか、あ、いいなって思っちゃうような人生が詰まってて、なんか面白かったです。だけどすごい大変なこともめっちゃあるなみたいなそんな感じで、でいろんな本が出てくる。その安部公房も読んでみたいって思ったのはここに出てきて、あ、やっぱ読もうってなったし、他にもたくさんの本出てくるし、まあ、なんか彼女の人生がなんか詰まってるような本なので、まあ、国境のない生き方に憧れる人はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。終わり。